鳥枝神社は、宮崎県宮崎市淡木ヶ原町にある神社。式内社で、旧社格は、県社。主催神廃止神以上の二柱は、三母二柱大名人と、合され、地元の人々からは、三母様とも呼ばれている。古事記、日本書記には、イザナギノソンが、読みから帰還して、みそぎを行ったという記述がある。を行った場所について、古事記では、 軸紫日向の立花古門の淡木原、日本書紀では、筑詩日向たおど立花の青木源と記すが、この淡木原、青木源が当地であると伝えられている。この地名は、全国の神社で挙げられる、畜詩の冒頭でも、かけまくも、賢き、いざなぎのの大御神、畜詩の日向の立花の音の淡木原にみそぎへ、玉石時にと読み上げられている。当社近くの、 みそぎ池が、イザナギの村がみそぎを行った地と伝えられ、かつては異例であったが、後に開墾されて、枝と称されたという。なお、蒸気の神話に基づき、当地は、イザナギの子であるアマテラスつくよみッさのオラミキコや、住吉三上の誕生地と伝えている。当社の周辺には、古代の集落跡が多数あり、代表的なものには、弥生時代はじめの青木遺跡がある。また、 古墳時代の初期の前方公園墳、青木一号墳からは、国内最大の木製墓室、木格跡が見つかった。国史の初見は、俗日本語期の上は4年8月1日上の、日向国古弓軍角神、女神、宮崎軍、枝神、初見軍霧島神神、並びに感謝に預かるという記事である。演技式新名帳では、日向国宮崎軍に、 枝神社と記載され、式内社に列している。また、和名類受賞には、宮崎郡に枝号の記載があり、境内からは10世紀前後の末期も出土したことから、創建当初の位置に、現在も鎮座していると考えられている。天徳元年までには、深海が最高位の小一くらいまで進み、菊の紋章を持つ壮麗な神殿を持つなど、かつては舎税を誇っていたと言われる。 中世には、中軍に属し、京都の清滝宮肝人神明町や文明十一年の海岸院紅葉神明町にも記載が見られるなど、日向国を代表する神社であったと見られている。江戸時代は、幕府領伊東市を美藩、あずっちであった。しかしながら、漢文2年の外書自身の打つ派により、社殿を失ってからは衰退し、一位存落のうぶすながみの扱いとなっていた。 津波によって、貴重な歴史遺産が多数失われたとも言われる。江戸時代初期、新東家、立花の三期の諸国一宮順茂出は、枝の五社に参りそれより、青木が原の住吉に猛出て、訪ね来て聞けば心も、住吉の松は、青木が原の松原。この海辺に、イザナギの命のみそぎたもと記している。明治六年五月二十五日。 近代社格制度において県社に、列格し、同40年2月9日に、新鮮兵白領とも新神社に指定された。お池伊沢木野村がみそぎを行ったという池は、神社の北東に位置し、お池、またはみそぎがちと呼ばれている。春の社日祭、周期礼大祭では、枝かぐらが奉納される。かぐらの歴史は古く、慶長17年名のかぐら面が残っている。 所在地交通アクセス周辺、ありがとうございます。